ルト、チームエペガーラ、久米川陸人、20番グリッド、RF 青山、小田山と、21番グリッド、トミースポーツレーシングから、岡田正人、22番グリッド、ガレージ C、国岡幸喜、以下、山下優、豊岡海、吉野かける、木村志音、塚本伊吹、立花沙、29番グリッド、鈴木達也、そして問い出の月は最後尾からの追い上げを、という形になります。スタートは、決まりました。スタートです。さあ、先頭を行きますのは大越、いいラインで入ってまいりました。大越が先頭、2番手には松尾修馬が上がっています。島田明は2つ順位を落としまして、現在は4番手の位置。止まってしまったマシンはありません。先頭を行きます大越、今6コーナーへとアプローチ。2番手にはカデットで去年チャンピオンも取りました松尾修馬がピタッとつけている状況です。ひしめき合っているのが今中盤のあたりなんですね。山田和樹のイン側のさらにインを伺っていく、ここは2台抜きを撮影していきたいというような、そんな15番手争いあたりの戦いが非常に激しくなっています。さあ、上位の方は少し落ち着いているようにも見受けられますが、現在先頭には大越、2番手には松尾修馬、3番手には小野大輝がいまして、4番手には島田明也、5番手につけていますのが4度のチャンピオンを取っています山本裕貴です。山本裕貴が前回5番手、その後ろにはいつ優勝するのとチーム員からも言われているらしい永井大和、6番手。さあ、早くもトップ争いが始まりました。大越のインサイドは去年のカレッツのチャンピオン松尾修馬が上がってきますよ。この SS のベテラン勢のトップに立ってまいりました松尾修馬。1コーナーではイン側を守っていく、立ち上がりもここをしっかりと抑えていきます。松尾修馬を先頭にしました第一集団は3コーナー、柴田が動いてきまして3番手に浮上。それまで3番手を走っていました小野大輝は2つドロップの5番手仕掛けていきました。島田についていったのが山本裕貴、 PKC の2台は4番手5番手という形になっていまして、その後ろには厚竹カートクラブから参戦の永井大和がつけています。先頭はブライオリーレーシングの松尾修馬、その後ろからは D-MAX レーシングの大越、客像は守っていきます。松尾に対しまして大越はどのような技を見せてくれるのでしょうか。1コーナーから2コーナーへとアプローチをしていきます。トップ集団の方は7台動きませんでした。現在7番目につけています。小野大輝まで含めまして第一集団となっています。そしてですね、8番手、あれ今ちょっと速度が乗らないなっていうのが酒井龍太郎なんですよね。あれよあれよという間にちょっと順位を落としているという情報が今上がってまいりました。上位陣の方7台は今ちょっと膠着状態にはなっているんですけれども、中盤あたりの方も見ていきたいと思うんですけれども、こちらの方はですね、少しバランスを崩していたりとか何かしらのトラブルに見舞われてしまった選手たち、例えば坂井もそうなんでしょうね。確かにちょっと速度がノワーッと接触、ああそれによって最終コーナー3台が絡むよというような形になりました。まずちょっとラインを避けた坂井選手に当たっていった選手がいて、それによってマシンの向きが変わって、その後ろの選手たちがですね、接触という形になってしまいました。現在は49秒5周目という形。さあ、トップ集団の方でもですね、大越武がこれで順位をぐーっと落とすというような展開になってしまいました。何かしらの選手たちにですね、暗雲が立ち込めているというような形になりました。整理します。現在先頭は松尾修馬、2番手には島田敦也が、いや久しぶりの勢いがいいんですよとそんな話をしてくれました。島田が2番手に、去年のカレッジのチャンピオンの松尾が今トップですよ。で、2番手にはもう2014年に元気で強くて活躍を見せていました島田敦也が息を吹き返します。今2番手、そして3番手にはずっと好調を維持している、それでも毎回苦しみながらという話ですけれども、 PKC から山本裕貴が3番手、4番手には永井大和、そして少し間隔空けますが5番手には小野大輝、そして6番手に大越武、7番手にこちらの白のヘルメットを装着します若ナンバー13番の山崎英二です。
山崎も本当に決勝に向けて照準を合わせられるようになってきましたね。山崎エンジン7番手、8番手につけています。8番手、9番手、ここまでが一番なんですけれども、8番手には同じく村上レーシングの中島亮、その後ろにつけているのが辻田隆弘ということになるわけなんです。さあ第一集団は連鎖、これで6コーナーを通過。その後ろの今2台なんですけれども、高島幸太の後ろに関口俊、その関口の後ろ今12番手につけていますのは、ちょっと今日は苦しんでいるか隅日向です。コーメストレートを通過、7周終了、8周目、残り周回8周です。先頭を行きます松尾の後ろには柴田を捉えていきました山本裕樹がパッとつける形になりました。カデットのチャンピオンの松尾がこの SF に当たったその時で SF ゲームを切るというそういう展開。毎年毎年元気のいい若手が襲いかかっていくんですよね、山本裕樹に対しまして。さあ今年はその迎え撃つドライバーはというのが、迎えるドライバーというのが松尾修馬という形になるんでしょうか。さあバッテストは山本裕樹につきました。その勢いで1コーナートップ争い、 SS クラスこの9周目で入ってきました山本裕樹。先ほどの予選シートの時には残念ながら順位を落とすという形になってしまって、この決勝でこの悔しさを晴らす、しっかりとその気持ちを整えて決勝に臨んでいたことでしょう。その山本が今トップに立ちました。残り周回は6周半となります。先頭は山本、2番手には松尾修馬。でもトップが独走というわけではないのがこの SS の面白さでもあり難しさでもあります。山本裕樹の後ろにしっかりとつける形、松尾修馬。去年はカレット連勝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 と、もう一つ前のシーズンからでしたけれども、その松尾修馬が3コーナーでのパッシングで前に山本選手を捉えていきます。松尾修馬今季前を引き入れるというような姿勢もよく見受けられるようになりましたよね。カレットの時には独走になるシーンを一つなく見せてくれた、そんな松尾なんですけれども、バトルの方も引きを取るわけではありません。松尾修馬が先頭、ブラユニレーシングで T さんの時から腕を磨いてきました。そのドライバーです。メカニックは兄というところで兄弟でタッグを組んで戦っています。松尾修馬が先頭、2番手には山本裕樹、ベテラン勢との戦いになるわけなんですけれども、先頭は松尾、2番手に山本裕樹、3番手には一つピンを落としてはいますけれども島田明です。今そのギャップがまだちょっと空いてるようにも見受けられますけれども、あえて開けてるかもしれないくらいのギャップです。その後ろには長井大和がつけています。トップ2が9号から立ち上がってくるところ、残り9回戻ってくると4周となります。残り9回は4周です。さあ松尾なのか山本なのか、裏も気になるところ。トップ2の戦い、山本裕樹がいつどこで入ってくるんでしょうか。そしてワンツーがもうこのピタッとつけてるので、ピヤッとしながらですね、なかなか目を離すことができないんですけれども、その後ろ現在5番手につけていますのが大越独走です。その下が6番手争いで集団となっていまして、6番手争いは山崎英二を先頭にした、この集団乗り上げてしまった。山崎の後ろ走っていました中島亮がちょっと乗り上げてしまいまして、順位を大きく落としてしまいます。それによってですね、後ろからピンク色のヘルメットを装着しています。こちらのドライバーは辻岡隆弘が上がってまいりました。残り9回3周です。5番手争い、辻と隆弘を先頭に、6番手争いですね、辻と隆弘を先頭にしました集団で、辻と山崎、さらに後ろには小野大地、そして高島幸太がいて、その後ろに関口俊、後ろに気になったのインサイド、今中島リオンが入ってまいりまして、これで一つ順位を上げる形になります。11番手です。スミーザーが一つドロップ、12番手、その後ろにグリーンのカラーリン、こちらが日野久保孝太郎となっています。さあトップの方は今はですね、松尾修馬先頭に戻ってまいりますよ。ホームストレートを通過、残り9回2周です。
いよいよ動きそうな山本勇輝なんですけれども、松尾修馬が先頭を維持しています。さあ出られないのか、それともまだそのタイミングでないと予想を踏んでいるのか。山本勇輝は4度のチャンピオンを取っているには取っているんですけれども、去年は去年でその相手が坂井隆太郎で、チャンピオンは坂井隆太郎でした。その前の年はというと、相手は大越武史でチャンピオンは大越武史でした。その前の年はチャンピオンは山本取りましたけれども、その時の相手は大越と富田リオナでした。でさらに前のシーンは相手は中村純という今は GT ドライバーということなんですけれども、さあその時は山本が上がったという、その最後の1周のトップ2の戦いは陣を守っています。最後の1周3コーナー先頭を行きますのはブラウィーレーシング松尾修馬。カデットから上がったこの年でベテラン山本を封じ込めることができるのでしょうか。6コーナー立ち上がってくる4台がパックになっている松尾山本島田長井のこの4台ダブルコーナーから複合勝負。陣を守る陣を守る松尾修馬に対しまして、山本はさらに陣を狙っていくものの、ここでの陣の変動はありませんでした。モテキの第3戦トップチェッカー、そして SS は初勝利。トップチェッカーを受けましたのはプライオリーレーシング松尾修馬でした。2番手山本、3番手に島田、4番手には永井大和、5番手には大越武史、6番手辻戸隆史、7番手には山崎英司、8番手小野大地、9番手高島幸太、10番手に中島理恩、以下住日向、久保幸太郎、関口俊、岡田雅人、高橋芽、山崎